ここは財団が管理する SCP 収容所。 SCP とは自然法則に反した異常な存在、場所、物体、現象を意味する。とにかくこの施設にはやべえ存在とみなされた生物などが秘密裏に保護されている。そして俺はここの D クラス職員で、もともと死刑囚だった男だ。ここでの仕事内容は非常に危ないことだらけ。いつ死ぬかわからない。いった、大丈夫か源次郎。なんとか。どういうこと。いや、罠だったんですかね。罠かあれ。やあ、SCP 収容所から来た二人組よ。この俺のアジトに潜入していたのはずっと前から気づいていたよ。まさかこんな簡単に罠に引っかかってくれるとは思わなかった。せっかく来たことだし、君たちにはスペシャルな SCP と戦ってもらおうじゃないか。何だと。やっぱり罠だったんですね。やっぱり罠。何スペシャルな SCP って。わからないです。あと何これ、なんかね、置いてある、なんかミラクルブロックみたいなね。あれ、おい、こんにちは。あいつあれやん、 SCP 収容所から脱出した。あの時にちょっと行く。どうする、どうする、食い止める、どうする、マジで。どうする、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 マジで。脱出しちゃうんだよ。こいつあれやん、ちょっと前に収容所から脱出した SCP を。どうします。ここに来てたってこと。どうします。よしよしよし。いやでも倒したらいけんやん。そうですね。どうしようどうしよう。もう立てて。痛い、危ない、ほんま当たるでそれ。どうする、脱出口もないで。どうする。もう俺らこんままず死ぬ。もう死を待つしかねえぞ。何か逃げ道とかあればいいんですけど、ね、水かけてみますか。とりあえずちょっと上上がろう。よし、いいぞ、賢い、それ。よし、よし。危ない、大丈夫か、大丈夫。オッケー。大丈夫です、行きました。よし、とりあえず、とりあえず逃げ切ったな。ちょっと上がろう。よっしゃ。なんで危なかったな、マジで。危なかった。助かりました。戦えとか言ってたくせに、なんか水上がってきたしさ。何があったんですかね。誰かの助けかな、もしかして。なんか書いてありますよ。あれ、やつのいる場所は最上階だ、エレベーターを目指せ。でもこれは一体誰が。誰、まあいいや。もしかしたらね、もしかしたらここの敵組織の中にも裏切り者がいたかもしれんや。もしかしたら俺ら僕たちの協力者かもしれません。そう、いるかもしれんし、とりあえず、やつがいる最上階を目指すしかないんやけど、はい。なんか、キンキンキンみたいな聞こえてくるんやけど、右側に聞こえます。いるわ。何か、頭めっちゃ光って、え？これ降りたらやばいんじゃないこれ。なんかあそこにボタンありませんか。あるじゃん。お、ナイス！お、階段もできました。ちょ待て。中国やん。どうする。とりあえずあそこは多分明るいんやと思うんやけど、一匹ぐらい燃やしてもいいんじゃないか。ナイス。当たってない。早すぎ。多分僕の方向いてますねこれ。そうやね、あれやね、源次郎の方向いてるわ。とりあえず、
ここにいたのあいつ。あ、カモ。行きますか。行きますか。あれ。ピーペパパラパーピーパ。いだだピーパ。降りろ。降りろ。降りろって。降りろって。じゃあ。俺のが強い。早く来てくれんかな。僕も行きますか。うん。あ、大丈夫大丈夫。やばいもう一匹来てる、もう一匹来てる。やばい。上がってくる、上がってくる。どうする、どうする、あ、賢い、あ、賢い、そうだ。それで僕たちが勝つっすよ。よし、勝った、よし。え、でももう、最上階も多分近いと思うから、早く、あいつと捕獲すんぞ。よし。あれ、まだ最上階じゃなさそうだな。そうですね。結婚？何これ？結婚？うちょっと、何出ないんだけど。終わった。とりあえずさ、一人やりますね。いや、やってたけど、やったけどさ、この先を問題は。そうですね、まだありますから。待って、源十郎なんか狙われてなくね？ここは狙われないですね。俺これ顔を出した。ああ！ぶんな、ほんまに。マジで拙なかったら死んでんだけど今の。ちょ、俺殺すわこいつマジで。了解っす。二人で撃ちますよ、なんなら。お願い。ちょ、俺今ツタ乗ってるから。ツタ乗ってるから今俺。頑張ってツタ乗ってるから。おい、めっちゃ有能やん。え、それファイヤーの指飛んでこん。それ大丈夫それ。大丈夫ちょ、今んとこ僕は大丈夫です。もう顔出したくない。撃たれるもん。なんでお前今いけてんねん。ちょ、肉食わない。いや、なんかちょっとずつ回してる。立て、今狙ってるから。あ、来た。待て、俺こっちでガードしとくから。行って。あのさ、オッケー！もういない。やりました？やった。もういないっす。もういない？もういないっす。よっ、よし、やりますもん。もう最上階やん、多分ほぼ。やりますね。めっちゃ危なかったね。危なかったっす。なんこれ。しずさん、チョコ受け取ってください。え、お、俺に？あ、ありがとう。よし、とうとう来ましたね。とうとう来た、最上階。あれ、ここが最上階や。最上階ですね。この先やね。ちょ、待て、どうする。とりあえずやるしかないやん。そうですね、覚悟はできますか。銃でシュッシュッシュッってやらないと。じゃあ源次郎、そこのロックを開けたら俺がもうこの銃でうっっていくから。うっって行くんですか。ああ、ちょ、確保するから。まあ一発ぐらい撃ってもいいよね、はい、足ぐらい。はい、行ってください。はぁ、よし。あ、えしずさん、なにこ、ナイフのブランド、これめっちゃいいやつやん。え、マジっすか。うん、なんてブランドっすか。え、これめっちゃいいやつよ。めっちゃいいナイフ。いいな、このナイフめっちゃいいやん。え、これ誕生日プレゼントですかね。え、めっちゃいい。お前、って書いて。シズ、なんでおん、死んだんじゃないよお前。待って、喋んねえ。意識はあるな。現状、あれ、俺らが倒そうとしてた、倒そうというか捕獲しようとしてた。なんでか。何があったん？こいつとりあえず使用所までちょっとも、あの、連れて行って何があったかちょっと聞くしかないよ。そうですね。もうあいつはもうええやろ。あいつはもう死んでるし。ちょっと連れて帰りますか。シズだけちょっとヘリ、あ、多分ヘリあるやろ、上に。ちょっとシズ連れて行こう、とりあえず。そうですね。よし、とりあえずヘリあった。来ますね。だってこれカプコン製とかじゃない？違うな。カプコン製かもしれないです、これ。いやいや、ほんまに違うな。
違う、うん、分からへんけど、まあもうそんな言ってる場合じゃない。ちょとりあえず地図載せるから。載せましたか。はい、地図を載せた。行きますか。お、こうして俺らの仕事は終わった。どんな仕事でも生きてこなすのが D 職員としての務めだと俺は思っている。I'll take you.